お店ないかなって探してたら見つけたお店がありました。京橋を歩いておりまして、このちょい飲みセット晩酌セットがね目についてこちらのお店に入りました。ハッピーアワーもすごくお得ですよね。最近できたみたい。今回はですね、このちょい飲みセット500円とこの豚もん串もんの人気ベスト3の 1,2,3 位をいただきたいと思います。こちらがちょい飲みセットについているくじ3本2人分になります。醤油飲みセットのドリンクはハイボールにしました。こちらのね、串はふわという串ですごくやおやおふわふわで美味しかったです。柔らか、串3本にねドリンク1杯ついて500円ですよ。ちょっとこのお値段にはびっくりしました。箸がまためっちゃ美味しい。軟骨かな、軟骨で、どちらかといえばね、この豚の串あんまり食べたことなかったんですよね。焼き鳥の方が好きでよく焼き鳥食べるんですけど、この豚の串めちゃくちゃ美味しかったです。値段もね、リーズナブルで、メニューの種類が豊富ですよね。そして人気の上位3本をいただきます。こちらのレバテキは人気の第1位だけあってすごいね美味しかったです。なんて言うんだろう、もうお酒に合いますし、2本3本とね食べたくなる、レバテキでした。白頭です。ありがとうございます。白頭、やばいやばい、ほぼ一緒やね。ほぼ一緒や。まだ2号店行ったらね。